祈祷じゃない祈祷じゃない祈祷じゃない辛いよということでね、はい、亀です。今回なんですけども、ですね、とあるサイトを使って COD モバイルの全武器にランキングをつけてみたっていうね、感じにしたいので、まあ今まではね、最強武器ランキングとか最弱武器ランキングとか、いう感じでですね、まあ1位から5位しか、決められてなかったんですけども、SABCD っていう感じで、ちょっと今回はね、ランキングをつけていこうかなと思います。まあちょっとね、早速やっていきましょう。これかなり時間かかるよね、多分かなり時間かかると思うんで、ちょっとどれからいこうか。AK11 なんかでいきましょうか。 AK11 なんに関してなんですけど、これはね、 S か A か迷うんですよね。 S か A か迷うんですけど、S にします。S にします。はい、S です。はい、AK17 ですね。これは C ぐらいでしょう。まあちょっと D はない。D はない。まあそれほど弱くはないけど、まあアサルトライフル主はこいつは弱すぎかなっていう感じですね。はい、AKS。AKS に関してなんですけど、A ですね。まあ S はいかないです。S は絶対にいかないです。性能ね。性能に関しては間違いなく、B でもないし、S でもないし、A かなっていう感じですね。まあその使い手によります。強さは本当に。使い手に今よるんで、頭一個出しも、まあ抜ける武器っていうなら、まあそのね、AKS とかなるんですけども、やっぱりその、レレレッシュとかね、そういう個人の技術が必要になってきますので、これは A かなっていう感じですね。はい、アークティック、これは A かな。いやでもこれ A か B か迷うよね。でも最近ちょっとアークティック微妙なんですよね。いやーでも、これは、B にするか。B かな、アークティックは。いやー、なんていうか、そんなさ、別に使われてもめちゃめちゃ強いってわけじゃないじゃん、アークティックって。全然アークティックって強いわけじゃないし、まあ、その遠距離やったら間違いなく、その DL の方が強いんで、ちょっとアークティックは、なんていうか、そこまで、まあ、外役っちゃ外役なんですけど、はい。ASM に関してはですね、僕は A かな。使ってみるとわかります。はい、使ってみるとわかるんですけど、やっぱり三角で別にレートもそこまで遅くないしね。使ってみるとわかるんですけど、もう本当に、強いです。はい。でね、この魔王あるんですよ。三角武器あるんですけど、この武器はね、結構ブレるんですよね。プル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 ってね、ブレてしまうし、あと、これ三角は三角なんですけど、やっぱりそういう安定性とかに比べるとあんまりなので、俺は、まあ B。BK ですね。BK に関しては、ほんまに、このランキングさ、めっちゃ迷うな、俺。BK はね、なんていうかね、まあ、強いっちゃ強いんですけど、なんかその、使いづらいっていうか、ちょっとアイアンサイト見にくいっていうのが、ちょっとあれやし、ちょっとこの武器は、B にしようかな。まぁ、ちょっと魔王と BK 比べると、ちょっとわかると思うんですけど、まぁ、大体それぐらいなんですよ。BK と魔王って。本当に一緒ぐらいで、俺の感覚ではね。僕の感覚では全然一緒ぐらい。という感じですね。まぁ、ASM は、まぁ、強いかな。普通に強い。っていう感じ。三角武器っていう、言うし、で、しかも魔王に比べると安定性もいいっていう感じだよね。はい、BY はこれ B かな。A にはいかないです。A にはいかないけど、まあ結構な性能あるんでね。という感じですね。はい、チャイコムはね、チャイコム弱いっす。チャイコム弱いっす。はい、弱いっす。まあ結構、まあ使い手とかに、てかさ、使い手とかによるよ、本当に。まあ性能だけで見たら全然弱いからね、チャイコムって。という感じでね。さて、DL ですね。まあ DL は A でしょう。間違いなくこれは強い。強いっす。いや、DL はね、やっぱりね、そのアークティックと比べると、なんていうかその、遠距離っていう立ち回りっていう感じにどうしてもなってしまうし、そう、やっぱり SR もそう、そのやっぱり距離を取ることが大事なんですよ。まあその、デスタとかでね、まあ距離を、近づかれてしまうことは、まあちょっと仕方ないんですけども、やっぱりその遠距離で戦うことがね、SR 多くなってしまうので、やっぱりちょっと A かなっていう感じですね。はい。HG ですね。HG は、どうしよっかな、これ。どうしよっかな。でもさ、これ D ってなかなかないよね。まあ、ちょっと C にしときますか。はい。まあ、ちょっと、まあ、紹介動画とかあるんですけど、まあ、それはね、俺の、なんかその、技術とか、そういうテクニックとか、そういう体感とかによるだけで、そう、まあ、そのみんなが使ってみれば、まあ、これぐらいの性能に、そう、まあ、平等にね、まあ、その平均的に見れば、これぐらいの、性能になるだろうっていう感じですね。はい。これ、ショットガンですね。もう、ショットガン弱すぎる。これ、こんなん使うなら BY 使った方がいいっす。はい、BY15 使いましょう。こういうの使うんだったら。はい、なんか、ショットガンって全体的に弱いよな、マジで。これ、HS もさ、めっちゃ弱いっすよ。これ、使ってみるとわかるんですけど、これ、紹介動画も撮れないっす。動画の。
あれなんか VTR 出してみたみたいな撮ろうとしたけど、なんか全然、なんか全然思うような感じの撮れなかったしね。うん。という感じで、LK っすね。LK はこれ A かな。間違いなく A です。なんていうかな、その BK より普通に性能もいいし、やっぱりその、なんていうか、まあ、ブレもね、ブレも安定性があるし、BK、なんか BK はね、まあ、安定性はあるっちゃあるんですけど、なんかその初段以降の弾がプルプルプルって、やっぱりブレてしまうので、ちょっと BK は、うん、まあ、B に。ちょっと、まあ、A に入れたかったけど、迷うよね。迷うけど、俺は B に、ちょっと入れておきました。まあ、使用率が、日本での使用率が結構少ないっていうのもあるしね。さあ、M16、これは、C ですね。迷うことなく C ということで。これは弱い。これは弱い。した。はい。で、M21 ですね。これは迷うことなく、うん、いいでしょう。弱い。弱いよ。弱いよ。せめてヘッド入ったらさ、ワンパンにしましょう。という感じでね。さあ、M4 ですね。金太マガジンなんですけども、これは、C かなっていう感じですよね。まあ、金太マガジンはね、まあ、B に入れることもないし、その、なんていうかな、レートが遅すぎるんですよ。M4 は。はい。M4 はレートが遅すぎるし、やっぱりイモルしかなくなるんですよね。戦法として。本当に近距離弱いし、覗くのも遅い。レートも遅い。まあ、威力は OK なんですよ。威力は OK なんですけど、やっぱりちょっとレートが遅すぎるし、覗くのも遅すぎるしっていう感じですよね。やっぱりその、ライトウェイトつけたいんで、今の環境ね。やっぱりしっかりキャラコンとかできるようにしたいんで、やっぱり機敏とか、つけるってなったらちょっと微妙っていう感じですね。はい。はい、M4 ですね。M4 なんですけども、どうしよっかな。M4 はね、ちょっと B に入れておきましょうか。ちょっと C はやりすぎ。C はやりすぎ。間違いなく AK より強いし。はい、という感じですね、M4 は。まあ、これぐらいかな。はい。MSMC。MSMC は今、B ですね。B。はい。まあ、B でしょう。まあ、なんていうかな。まあ、MSMC はね、まあ、ちょっと評価しづらいっていうか、今の環境は、なんかそんなっていう感じだし、うん。ここにね、PDW なんですけど、PDW は A ですね。A。ちょっと S ランクさ、S ランクなかなかいないんですけども、うん。いやー、まぁ、ちょっと S ランクに、ちょっと PD、でもどうしよっかな、ちょっと入れちゃうかな、PDW。PDW 入れます。入れます。PDW 入れます。という感じでね。いやー、ちょっと PDW に S ランクが乗ったっていう感じで、近距離も強いし、ってか、近距離負けないです、PDW。まず。はい、まずね、PDW、普通に近距離負けないしね。あと、相談数が、でかすぎる。はい、50発。やっぱりこれ大会とかにすごく向きます。はい。という感じでね。まあ、続いてなんですけど、RPD。RPD は、ゴミ。はい、ゴミです、RPD。RPD ゴミなんで、ちょっと C に入れておきましょう。うん、ちょっとね、LMG、なんか偏ってるよね、このゲーム。本当に、アサルトライフル強いし、なんか、うん、そう、SMG も、まあ、そこまでっていう感じやけど、ちょっとショットガンとかね、SR で弱いやつが多すぎるって感じで、さあ、S36 なんですけども、S36 は、どうしようかな。S36 は、ちょっと、B に入れましょう。B に入れましょう。S36 は。オワコンっていう武器ではないので、まだ S36 はね。さあ、ストライカー、これは迷うことなく D でしょう。弱すぎる、本当に。なんか、ショットガン全体的に弱いですよね。うん。まず結構さ、ショットガン外役って言われるんですけど、よく考えてみてくださいよ。SR ってさ、遠距離もワンパン、近距離も普通に当ててくる人は当てれます。でも、ショットガンは、いくら頑張っても遠距離当てれないですよね。うん、という感じで、ちょっとやっぱり普通に弱いかなっていう感じですね。タイプなんですけど、これは B で、A です。はい、ちょっと B って言っちゃったけど。さ、マジで、アサルトライフルゲーなんですよ。本当に、マジでこのゲーム。そう、AR ゲーなんですよね。もうほとんどまあタイプ、まあ結構性能もでかいしね。で、いいっていう感じなんですけども、さあ、UL ですね。UL はね、UL はどうしようかな。UL は B に入れますか。C はちょっとやりすぎなんですよ。で、M4 がね、これ飛び抜けて弱いですよね。LMG なんかね。まあ、RPD もそうなんですけど。いや、RPD どうしよう。RPD ちょっと迷うけど、俺は C に入れてきます。C に。うん。という感じですね。さあ、XPR D でしょう。これはね、これ弱すぎね。これゴミっす。これゴミっす。使う気にもならない。はい、GKS なんですけど、これ A ですね。GKS は A でしょう。威力はちょっともうちょっと相談数増やして、くれたらっていう感じなんですけども、これね、四角なんですよ。四角。完璧にコルダイトのなんか、普通にね、威力は高いし、なんていうか、そのコルダイトはね、まあ、結構バランス型っていう感じです。これ攻撃力全振りしたっていう感じ。うん、ていうか、今思ったけど、これ、コルダイトがないんか。コルダイトがちょっとランキングのあれにないんですけど、まあ、ちょっと後でね、編集で入れておきましょう。さあ、続いて HVK ですね。HVK はね、B でしょう。HVK は弱いっす。今、まあ、弱いっていうか、ちょっと微妙かな。微妙っす。
はい。まあ、初段も別に、初段だけね、初段だけバババって当てれば、まあ、まあ、済む話なんですけど、やっぱりその初段を外しちゃうと、ちょっとブレとかがね、ちょっと危ないかなという感じなので、まあちょっと B に入れておきました。はい。ICR ですね。ICR はどうしようかな。ICR、ちょっと ICR くそまないけど、俺は B。いやー、ちょっとなんか、ちんとらないけど、A が死んでるけど、まあ、ICR さ、ちょっと A に入れるかって言ったら微妙やね。A に入れるかって言ったら微妙になってしまうんですが、ちょっと ICR はね、ICR は、いや、ちょっとどうしよう。GK? ちょ、まあ、いいか。A でいいや。はい、ということで K のこれは、S でしょう。間違いなく S。これ環境トップよ。これ S の上に行ったら、間違いなくこれやからね。本当に。こいつだけおかしいんよね。こいつだけマジで。さ、なんかその、まあ、俺は AK の方が使えるし、とかね。そう、そういうのは、その人の、まあ、プレイスタイルとか、そう、まあ、そういう感覚によるだけで、実際にもう均等にみたいなね、誰が使っても勝てるのは間違いなく KN でしょう。これ初心者から上級者が使っても強いです。はい、強いです。まず、性能だけ見てもおかしいですね。ローカスはね、まあ、DL が、ちょっと A ランクにいるんですけど、俺はあえて C に入れる。はい、ちょっとローカスはね、なんていうか、使う気にならないです。使う気にもならない。はい、ちょっと微妙でね。ちょっと DL があるんで、DL があるんで、ちょっとこれローカスを B に入れちゃうと、じゃあ、アークティックとか、やっぱり M4 に並ぶのかって言ったらそうでもないし、そのやっぱり MSMC とか性能で言ったら負けるし、ちょっと D に、入れるかっていう感じですね。はい。でね、これね、ランキングにね、なんとハブラとかがないんですけど、ちょっと編集でね、編集者さん入れてもらいたいんですけど、ハブラはですね、ハブラは S に入れます。はい。ハブラは S でお願いします。で、あと、コルダイトですね。コルダイトも S に入れます。はい。コルダイトとハブラは、S に入れる。ちょっとね、他にね、存在感がなさすぎて、ちょっと、忘れてた武器とかあったらごめんね。ちょっとコメント欄の方で言ってほしいんですけど、まあ、大体はこれぐらいかな。いや、ちょっともう一回見直しますか。あのね、ちょっと全体的に見ると、やっぱりそのアサルトが上にあるんですよね。アサルトが上にあって、まあ、C にもアサルトがあるんですけども、そう、M16 とかあるんですけども、やっぱりこのゲームアサルトゲーなんですよね。アサルトゲーっていうか、AR が強すぎる。近距離もね、近距離も遠距離も戦えるんですよ。AR って。で、SMG ってこれ近距離か中距離ぐらいじゃないですか。ね、やっぱりその遠距離で戦っちゃうと、その、よほどガバる人じゃないと、そう、よほどガバる AR じゃないと、まあ、勝てないし、そう、やっぱりコルダイトはね、コルダイトはまあ S に入れてます。コルダイトは S に入れてるんですが、やっぱりコルダイトはね、普通に、遠距離でも、AR にもね、中距離に勝てるっていう理由で、まあ、その S に入れてるって感じですね。うん、という感じでですね、まあ、HBK とか、まあ、ICR とかあるんですけども、これは B かな。うん、なんかめちゃめちゃ強いってわけではない。これを A に入れるかって言ったら微妙やし、という感じですね。まあ、万を弱いですよ。で、BK。BK もね、なんか使用率も、まあ、日本では低いので、ちょっとこれは入れようかと思います。そう、M4 と、まあ、ICR。まあ、もうちょっと細かくね、分けれるとしたら、そう、D の下とかあったら、もうちょっと多分細かく分けれるとは思うんですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、大体はこんな感じですね。はい。という感じでね、まあ、ちょっと今回は、これで終わりだと思います。ちょっと滑舌が最後までゴミクズなんですけど、亀さんという感じでね。はい。今回はね、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあね、まあいろいろ、まあ賛否両論あると思うんですが、まああくまで俺の頭の中はこうなってるよ、という感じですね。